9日中日3、1DeNA、横浜、中日が2年ぶりの4連勝で2016年5月10日以来、約8年ぶり、実に2891日ぶりの単独首位に立った。ちなみに、前回単独首位だった2016年5月10日の翌日の中日スポーツ一面は、写真、打線は初回、1番、三好、2番、田中の連続四球などで1四1、2塁とすると、4番、中田が先制の右前敵地だ。7日の広島戦、松田を欠場して、2試合ぶりにスタメン復帰した主砲が、DeNA 先発、ジャクソンの152キロ速球を捉えて先制点をもたらすと、同点に追いつかれた直後の3回には1四2、3塁から再び右前への敵地打を放って、2点を勝ち越した。先発、小笠原は2回に1点こそ失ったが、安定した投球を披露。5回からは3イニング連続で三者凡退に抑えるなど、流れを渡さず7イニングを5安打1失点。後続を受けた勝野、マルティネスのリレーで逃げ切ったことで、小笠原は今季初勝利を手にした。